はいどうもリーベです。 7 days to die day 3ですね。3日目やっていきたいと思います。ということで朝4時になったので行きましょうか。アイテム見ていくとこんな感じなんですけど、まあ3日目も探索かなというところで、はい、3日目も探索をやっていこうと思います。はいはい。それで肉をね調理したいから本屋に行きたいところなんですけど、まあ行きますか。まあせっかくねあっちに町らしきものがあるんで、家の一つ行ってみようか。まずチャレンジという、あ、その前にそうだ、前回の動画をちょっと見返してたんですけど、見逃してたところがあったんだよね。あ、で前回全部いけてなかった部分もいくか、とりあえず。あ、あれだ。これ。これ見逃してたんで。さあ、見ていきましょう。あんまいいのなかったわ。さあ、ここトウモロコシいっぱいあるんで、トウモロコシでもいいんだよな。あ、ここの本も見てないわ。お。設計図だ。設計図これ使わないと意味ないね。うん。使っていきましょう。あ、ここも全部見てない。あ、こうやってね、未確認のところも出てきちゃってるので、しっかり全部見ないといけないですね、これ。ここもね。医薬品キャビネット。おぉ、レコグ。なんかポーションみたいな感じかな。スーツケース。おぉ、あ、ブーツだ。あれ、ここ来たよな。補強チェスト。おー、来た、ピストル。そうじゃん、ここ見てなかったじゃん。わ、すごい。レザーブーツ。これ、着用しようぜ。うん。スタミナマイナス 0.5 な、よくわからんけど。騒音増大。あー、ライトアーマー率がすごい上がる。もうこれ、着用でしょう。ここも未確認だった。まあ、ちゃんと見ていかないとね。ビタミン剤とかあるからね。パース。もう包帯と紙。オッケー。ありがとう。これで動きが阻害されてるけど。ちゃんとリロードして。いいね。ピストル。素晴らしい。よし。あ、で、下だ、そう、下。下行かなかんじゃん。下があったんで、下行きましょうか。ゴミ箱も未確認だったら何もない。下に行こう。あ、でもこれ。ちょっと待って。武器を変えましょう。コンボ。これのが絶対に強い。はず。やべえ、上からも来たな。ヘッドショット。よし、レベル3つ目。あ、これ、結構届くしね、しかも。いいじゃん。これできちんと倒していこう。オッケー。いいね、レベル3つ。レベルが上がってきたので、ちょっと待って、これ調べれねえか。ここか。なんだ？ん？なんもない。え、なんか結構地下が広いな。あ、これ下からも入れるんだね。へえ、てかなんもねえな。戻りましょう、一回。よーし、戻ってきた。いらんものはチェストに入れて、あ、サンドイッチこれ。食中毒 12%、 大丈夫でしょう。食べましょう。ビタミン剤、あー、配線ツール。アイテムの数ほんと多いなー。ピストルがありゃね。まあ、音にゾンビが集まってきちゃうかもしれないんですけど、まあまあまあ、その辺は、しゃあないとして。
さあ、いよいよこの町に行きます。どっちから行く？右？なんか女、これでかいやつだな。勝負仕掛けるか。なかなか倒れないね。さあ、しっかり倒しまして、じゃあこの家行くか。でっけえな。あ、こっから入るといいんじゃない？とりあえず殴る。いや、こっから入れるのかな。このライトが向いてるところは、なんか結構面白い入り方ができるみたいな、なんかいいものがあるよみたいないう証だと思うんですけど、果たしてこっから入っていいんですかね。失礼。あ、ここ車か。わ、なんかあるな。ゴミ。ここ。ん？犬じゃないか。やべえ、犬が2匹。あぶねえ。これ犬2匹はやばいって。びっくりした、犬が来たわ。てか弾もうすぐなくなるな。絶対死んでた今、弾なかったら。これでいいのかな。おい、3体いた。待ってよ、犬3体はダメだって。これ合ってんのかな。来たな。もう犬3体はちょっとチートじゃないですか。なかなか倒れんな。お前ちょっと待って、なんでな、そんな倒れねえんだよ。よし、マジで犬3体はチートだって。これ狭いからな。どっち？どっち？上か。あ、これ上から落ちてくるな。うわー、ここだいぶ厳重だな。あ、来た。微妙な角度からのアタック。なかなか強いなこいつ。よし、上から来たんだな。ちょっとずつだけど攻略していきたい。うわ、びっくりした。結構強いんだよな。そっちか。こうやって一回倒れてくれたら一気に攻撃できるから。ああ、もう。
さあここもしっかり探索していこう。なんもねえ。おおー、油ゲッツだね。いや、犬三体はやばかったなぁ。もう今回それでお腹いっぱいなんですけど。それ以上の敵はもう出てきてほしくない。トイレ。ちょっと待って。よし。本棚が欲しいな。いるだろうな。あ、オフィスチェア取っちゃった。あ、本棚ある。あ、いるね。え？いたか今。弱っ。ヘッドショット。ん、ああ、もうでも相当弱ったね。オッケー、使っていこう。ブックケースはすごい重宝するな。この上か。上行くか。勝負。よし。お、なんかある。ん？これ絶対いるな。とりあえずここを漁りたいけど、漁るものがあんまねえな。スーツケース。なんもねえ。スーツケースなんもないパターン多いな。ここ頑丈。あっちから行こう。お？あ、いる。こっちか。うおぉ！待って。ダメージ与えられてって感じやな。喉が渇いたので使いましょう。なんか食べ物がないんだ。こうやって使えんの？あんま意味ないな。よし。コーヒー豆。ブック？カップボード。カップボード。あー、手提げ金庫2500。これぶっ飛ばすか。時間かかるね。どうしようかな。もう一回他のもの見ていくか。調べます。お、タマゲッツ、これはありがたい。36発。ん？お、
は医療用品の山。あ、チャレンジ、ゾンビ犬を倒す。ちょっと待って、まあいいか、ゾンビ犬のチャレンジばっかだな。そうするとチャレンジがどんどん増えてくな。カップボード、缶はいらんかもな。あ、いるね。ん？なんでこれ構えれねえの？よし。荒らされたゴミ。あ、ここか。あ？なんかあるか？これなんかあるかな？違うかな？なんもなかった。3時か。お。ゴシックブーツ。あ、なに？キャスケット着用。いるな。ちょっとやばいか。やばい。囲まれるのはやばい。早く負け。よし。危ねえ。あ、よかった。もう一人は開けてあげよう。やべ、あ、また式。危ない危ない、止血しないとね。包帯大事やな。で、もう HP が少ないから、あ、パスタ缶食べよう。よかった。缶詰1個あったね。お、なんかある。石炭、ボトル。ちょっとアイテムがやばいから、このペースの探索だと、あ、ロックピック。あ、ロックピックあんじゃん。素晴らしいね。じゃあ、ロックピックでさっきの、これなんだ。さっきのところ、これ。これ開けようか。ロックピック。これどうやって使えばいいんだろう。ん？ロックピックどうやって使うのこれ。E を押しながら鍵を開け。ああ、そういうこと。ああ。ロックピック壊れる。で、絶対壊れちゃうじゃん、これ。頼む、頑張れ。いいぞ。ああ。ただ、最後の一個で。お前、壊れるんかい。壊れるんかい。なんだよ。残りちょっとじゃん。あ、ここもあんのか。ここぶっ壊しても意味あんのかな？こっちでしょ、どうせ。あ、ここか。
そういうことね。うわ、頑丈だな、ここ。なんかあるか。って、ゾンビ犬倒すって言ってもさ、さっき倒したんだよな。あれだよね、ゾンビ犬。3体も出てきたからね。これいるんじゃない？大丈夫そうか。なんか正規ルートの階段っぽいな。あ、違う。ここさっき見たじゃん。あれ、ここ？がこっちか。あー、なんかよくわからなくなってきた。とりあえず、この辺の部屋は大丈夫そうなんで。うん。じゃあ下行こうか。ここも行ったから、ん？ここ未確認。まあ一応もらっていきましょう。どうしようかな。この下？は、なんかあるな。あ、いるか。早めの。早めのキル。よし。ビリヤード台があって、ゴミの山があって、お、ドリンククーラー、なんもねえ。水しかねえ。流し台。ちょっとさすがにアイテム多いから、もう戻らんと、やばいな。電気部品。いそう。ドライヤー。お、アーマーパーツ、ショーツ。これ着よう。なんで、アーマーパーツ取ろう。さすがにアイテム多い。お、びっくりした。倒す。オッケー。うわー、ここまだあんの？もうアイテムいっぱいだよ。何体かによる。一体？なんかもうちょっといそうなんだよな。よし。すごい広いな。いるな。ヘッドショット狙えるな、あれ。来た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 。よし、レベル4。おお。あー、なんかある。あるけど、ごめん、一回戻るわ。アイテムが多すぎる。こっちだったな。ちょうどね、マジでアイテム多いから、走るのが遅くなっちゃうから。ちょ、戻らせていただきます。
さっきのさ、ゾンビ犬がいたらもうやばいから、あれは動物だね、ただの。え、歩くのマジ遅くない？マジで歩くの遅えな。ちょ、これ戻って、もうちょっと行くのめんどくさいっていうか、ちょっといろいろ見て終わろうかな。家一個探索するのに一日かかるっていう。まあ、ただいいアイテムはね、割とゲットしたと思うし、まあ、ピストルもゲットしたので、ちょっと進捗的にはゆっくりかもしれないんですが。で、こっちにも入れていきたいところだけど、まあ、入るんだったらこっちにも。置いていきたいんですけど、どうしようかな。改造パーツ設計図。何これ？荒れ地の財宝第6巻。秘密を教えよう。なんかもらった。松明も作れるんじゃない？布か。あ、でも布あるよね。あ、布全部使っちゃった、まさか。あるわ。だからこれで、松明を作れる。オッケー。手のと、あ、こっちにしまわないといかんな。で、このコンボもレベル2だから、改造できるの、これ。あー、外観、あー、なんかそういうのがあるんだな。そういうのまだ、ちょっと自分のできることではなさそう。キャンドル。へー、油と、植物繊維で、キャンドルができるんだ。丸太。へー。さあ、そしてスキルポイントが2つ。またもらいましたので、使っていきたいところなんですけど、どうしようかな。忍耐。忍耐上げてく？そうするとこれが上がるもんね。忍耐レベル5。じゃあ5にしよう。で、これ。12秒ごとに自然回復。やっぱね、生き残るためにはこういうのが多分必要になってくるんで、とりあえず忍耐を上げていきましたね。でも9時半なんで、まあこの辺で終わろうかな。黒焦げ肉の、食中毒 4%、水が、なるほど、あ、スタミナまあ上がるね。じゃあこれ食おう。で、水が欲しくなるんだね。あ、上がるね。いいじゃん。まあ、全然いいじゃん。78か。もうちょっと欲しいなって思うけど、まあ。食べるか。あ、生肉一気に減ったなぁ。5個もいるんだ。へぇ。そうなんだ。もう一個食おう。で、そうすると喉が渇くでしょ？だけど水はあるから。下痢なのに水を飲むという。はいはいはい。お、これでだいぶ回復したね。わかりました。はい、そんなわけで、夜になってるので、今回ここで終わって、次4日目ですね。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。